ああ、めっちゃ暇だなー。彼女欲しい。夏休みやることなーい。欲望に押しつぶされてスクラップになりそうだー。それに最近悪夢ばっかだしな。せめて夢の中ではいい夢みたい。あ、そうだ。こんな時こそこのパソコンで調べればいいんだ。今の時代ググったら何でも出るからねー。楽しい夢を見る方法と。お、出てきた。やっぱり神前。願いの叶う夢を見る方法。なるほど、面白そうだしやってみるか。方法、やり方は簡単なんだな。とりあえずこの文章を読めばいいってことだね。なるほど、夢に出てくる男の子の言うことを全部聞いてあげるだけ。か、楽勝じゃん。コメントも結構あるな。なんだよ、みんな成功してるじゃんか。なんなら成功者しかいないってどんな比率だよ。本当に簡単みたいだね。よし、じゃあ早速やってみるか。とりあえず昼寝だな。で、これで寝て覚めたら男の子が窓を叩いてくると。なんで玄関からじゃないんだろうか。あれ、ここってもう夢の世界かな。つねっても痛くないし夢か。そういや男の子が来るんだっけな。お兄さん入れて。え、入れて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 、お兄さん入れてよ。やっぱあれが男の子。さすがに怖すぎでしょ。確かに一目でわかったけど。おい早く入れろよ。やるしかない。どうぞ。お兄さん優しいね。ねえお兄さん、僕お腹空いちゃった。何か食べるものある？そこら辺のもの自由に食べていいよ。そうなんだ、ありがとう。じゃあこれにするね。ああ、好きなだけどうぞ。へえ、なかなか美味しいじゃん。ねえお兄さん、僕外に遊びに行きたい。え？外に行くって言ってるんだよ。うわあ、いきなり後ろに移動しないでよ。外だね、わかった、行こう。とりあえず近くの公園に来てみたけども。あはは、楽しい楽しい。ねえお兄さん、あのアリを殺して。え、アリ？殺すってそんなんでいいのか。ねえ、殺して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 。わかったよ。こんなんでいいのかな？意外と楽勝だな。お兄さん、じゃあ次はあれを殺して。おう、任せろ。え、いや、あれは。なんで？あの家族殺してよ。殴ったり首を折ったり噴水に沈めたりさ。ねえ、殺して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 。いや、僕には無理だ。たとえ夢だったとしても人を殺すなんてできないよ。ふーん、そうなんだ。優しいお兄さんだと思ってたんだけど違うんだね。それじゃあさ、お兄さんが代わりに死んでよ。うわぁ。はぁ？はぁ？夢か。しかしすごいリアルな夢だったな。すごい汗だくだ。ふう、怖かった。ねえお兄さん、入れて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 。